寒かったですが今朝はこっちすかしょうす。前回懸垂3リッター OKF1 キロ小袋カーボリッジ塩レカブコッコリン太陽 50g、 はい、しっかり灌水チューブを株元に寄せてチューブ灌水時に下がしっかり濡れるように塩レカブへのコッコリン対応終了ですね。まだまだ半分以上あります。新キュウリくんフォースカイまた新しくなってますね。どうやら多分 CO2 値と温度それからこれですね、日射のグラフになりましたね。そしてグラフ化されたものとこれサマリーっていうのがありま新しくそれで戻りますね。前のダブル回の表示に戻ると、なるほど。でピッと、はい、フォース回、おお合ってますか。フォース回でいいんですかね。50入れたつもりです。 50cc あれ軽いですね。いやちょっと測りがおかしいだけですね。ドンと乗せれば、はい、それでもこんなもんか。 40g 40g ですね。じゃあちょっともうちょっと量を増やさないといけないですね。これはあらま、今朝は寒かったんで13度までここ北側下がっちゃいましたね。はい、上段の一節攻めですね。はい、一節攻め取ってきます。今日はカーテン全開で対応ですね。そして管理作業中に見つけるこういう塩は都度コッコリン対応してます。はい、はい、現在12時ですね。ちょっとしおれてるやつあります。コッコに対応したのないのありますが、今日は全開で、はい、晴れの日全開でちょっとスパルタな感じで、はい、やり過ごしたいと思います。はい、ピョンさん、キュウリですよ。おお、なんだこれは、ストライプ
給率など。ああ、梅だ。梅酢。おお。お、プルームキュウリ。うまかったぞ。はい、ということで午後もまるまる思いっきりテレビということで、午前中の管理が残ってましたんで、これもうちょっとかな、親づるピンチいったか、親づるのピン、これは胸の位置、はい、こんな感じで残り3ベッド分やってきます。ピンチ、そしてうっかり忘れそうなのがこれですね。はい、何なんでしょうね、この喉のおかしいのは。やっぱり40超えて変性期かもしれないですね。はい、これもしおれちゃってますんで、コッコリン改めピオ太陽ですね、ピオ太陽やっていきたいと思います。15、これでいうとこの 50cc じゃ少ない、 100cc ぐらい、はい、2個こ。そして皆さんやるときは必ず手袋をつけてやってください。はい、これ手が荒れますんで、はい、こうやって、そして水をたっぷり 1、2リッターたっぷりあげてください。はい、 OK です、 OK です。はい、やってきます。はい、ってことで MT フェニックスも脇目結構太い、すごい太いのが出てきてるんですけど、いつもだったらもう一節で止めてるところを伸ばしてますが、どうなんでしょうか。止めてた MT は止めないと身が膨れないとは言われてるんですけど、どうも、まあ、ちょっと様子見はしてます。はい、本当は止めたい気分ですけど、線虫被害が落ち着いてくればもりもり止めてきますが、まだ分からないんで、線虫も、はい、棚線縦中ですね、順調です。はい、そしてですね、最近 MT フェニックス収穫してて気になってるのが、この肩がこけてる、こういうキュウリが多いんですよね。これ袋詰めになっちゃいますけど、永遠に入らないんで、これは何でしょうね、寒かったんですかね、やっぱここ数日暑かった、肥やし切れではなさそうなんですよね。ほらほら、はい、取ります。4枚ですね、前回3枚取ったんですけど、今回ちょっと遅れてますんで、いっぺんに4枚、はい、よいしょ、3、4枚ですね。でここまでは3枚取ってあるのかな。はい、よし、新キュウリくんクワト6回ですね、いい感じですね、警告5回、はい、温度も30度超えてません、素晴らしいですね。4時ぐらいから湿度もグググッと上がって、ああなるほど、4時ぐらいに最高気温みたいな感じになってますね。なるほど、明日の朝6時が0度らしいんで、ちょっと17度に、はい、今16度ですけど上げときます。いいクリップだね、ピューちゃん、いいクリップだね、うん、アリもいるよ、ピューちゃん、うん、お尻、あ、綺麗になったね、お尻ね、今日やったからね、もっと触らせてよ、おい、ピューちゃん、ジャーキーですよ、ジャーキーで釣って近寄せて、よし、本日も誠にお疲れ様でしたね、ピューちゃん、煮干し美味しいでしょ、うん、もういっぱい食ってるね、煮干し、好き気にしないとないんだよ、ピューちゃん、うん、蚊がいるか、ああ、蚊がいっぱいいるんだよね、また明日だな、ピューちゃん、うん、あ、お疲れ様。